きましょう。中山圭、coming to America, now it's coming to me. I'm a regular, I'm sending the dreams. Shout out my father while I'm speaking to you. Vision manifest, making it to the truth. Can't go to sleep, too busy living the dream. I'm by myself, too busy building a team. Play with magic, just like my name is Kareem. I'm your majesty, roses under my feet, yeah. I'm a king, I'm a king, I'm a king. What a throne that, let me take a seat. Give me all that, give me what I need. When I fall back, give it to my seat, yeah. I'm a king, I'm a king, I'm a king. What a throne that, let me take a seat. Give me all that, give me what I need. When I fall back, give it to my, yeah. That's why I'm a young king. はい、ありがとうございました。中山きなみなさん、ありがとうございます。さあ、ここでもですね、インタビュータイムに行きたいと思います。皆さんね、そんなね、いっぱい終わったから疲れるより反応してね、そうだね、喋れるかな、ねえねえねえ、ここね、中山家とな、どうぞこのバッテンのところにね、来ていただいて、中山家とね、いうことなのでね、ファミリーなんですもんね、ファミリーね、お姉ちゃんであげて、一番上ね、はい、次女であげて、はい、一番下であげて、はいね、皆さんね、いつもね、なんかね、腰低くね、挨拶してくれてね、なんかね、オラオラ感がね、今の踊りとはちょっと違ってね、なかなかね、すいませんって感じだもんね、毎日ね。すごい心の優しいね、ファミリーなんだなと思うんですけどもね、ちょっとじゃあ、インタビューしちゃっていいですか。じゃあ年齢、お名前と年齢また聞こうかしら、ね、今度はこうやって座らないからね、私ね、それに合わせてね、じゃあ行きたいと思います。じゃあどうぞ、はい、じゃあ、はい、あ、すいません、ちょっとね、はい、ちょっとね、あ、もう一回じゃない、もう、バンといこう、バンと11歳ね、何年目、ゆなちゃん、ゆめちゃんね、分かってるよ、ゆめちゃんでしょ、分かってる、OK、はい、じゃあ次、あ、待って、ちょっと待って、あ、じゃあもうちょっと聞くわ、もうちょっと、じゃあこのマイクを一人にしてね、 OK、 じゃあ、この作品はあれですか、どのくらい練習をされたんですか、ここまで。いっぱいかな、いっぱいかな、そうだよね、いっぱい、前くらいずっとやったやつ、ここすごい、あ、違うね、いっぱい、何ヶ月ぐらいかな、3ヶ月、どうだ、3ヶ月だろ、どう、4ヶ月、分かんないぐらい、分かんないぐらい、じゃあ1杯、そうですよね、先生ね、後ろにいっちゃってね、そうですよね、ね、そうだよね。じゃあ、この兄弟ファミリーで構成されたチームじゃないですか、それの
こう練習とかするときに言い合ったりとかするわけじゃないですか。あなたこうしなさいよとか、そういうときは言いづらい、言いやすい、どう？言いやすい。喧嘩になる、ならない、どう？ならないよね。じゃあなんか各自ですよ、各自それぞれ日々気をつけてる点とかちょっと聞かせてください。ダンスについて、私はこれ頑張ってるところとか気をつけてますっていう点をどうぞ。みんなで揃えることを知ってます。揃えるところ、じゃあビデオとか見て、あ、ここあなた違うわよって言ってチェックをするという。ありがとうございました。じゃあ次お姉ちゃんに渡そうかな。じゃあ消毒タイムを入っていただいて、はい、じゃあお名前と年齢、学年をお願いします。中学1年生13歳の中山春です。中学1年生、中学生になったわけですね、はい、じゃあ、この3人で家族じゃないですか。いやだね、家族言ってね、何回も言っちゃうけど、いい点と悪い点を教えてください。言いやすいってこと？と家でもちょっと合わせられる。そうだね、そこがいいところです。なんか悪い点はありますか？練習する最中に面白くなすぎて泣けた方向になっちゃう。え、仲良しちゃう、それが悪い点ね。ちょっと思わずふざけちゃうっていう楽しすぎて、あ、なんかなーなーになってしまうところもあるというところですね。そうなんですよ、仲良しですね。喧嘩をしないんですか？いつもしない。しないね、いいよね。それがずっとね続いてるチームのね秘訣でございますからね。ね、ありがとうございます。さあ、それではラストシンクいきましょうか。はい、さあシンク、じゃあお名前と、はい、年齢、学年お願いします。小学4年生の10歳の中山真です。あら、しんくん、そう、男子一人ですけどどうですか、女子のパワーは？すごいです。すごいですよね、やっぱね、姉ちゃんたちのパワーすごい。それに引っ張らさっていってる。しんくんはじゃあ一番下ですけども、お姉ちゃんたちに言うことはあるんですか？なんかこう、ないです。特にない。あ、じゃあもう従うばかりですか。言う、時々言うね、ちょっとなんかここ違わないみたいな。家族もね、ママパパもね、いっぱいサポートしてくれてるのがねすごい伝わるし、このあれですか、チームは何年目ですか？結構長くやってるよね。3年、2年。嘘でしょ、1年、そんなもっとやつでしょ。2、3年。やだ、それさ明確にしといた方がいいと思うよ。結構聞かれる時多いからさ、何年目とか。そうそう、それを明確にしといて。2年目、いいのかな。じゃあ、2、3年。何だこう、2代か3代か、ちょっと。じゃあそこはね、もうパパッと決めといてください。だってチームをね、私たちは思ってますけど、チーム何年前ってよく聞かれますからね、はい、じゃあこの先もね、いろいろ挑戦してね、コンテストも出てる、賞も出てますから、皆さん引き続き挑戦し続けてください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうね、いつもね。